とぶり。今回もアオスに実況していきたいと思います。あれ、前回で信成は終わったんだよね。うん、ちょっとグダグダだったけど、無事完結ということになってるよ。なのにまたエイジオブシーライゼーション2なの。新作も準備中なんだけど、まだまだテストプレイ中でね。先にテストプレイが終わったのがエイジオブシーライゼーション2なわけよ。ふーん、で、今度はどこでやってくの？今回は、コメントで希望があったアメリカ大陸原住民プレイで行く予定だよ。原住民？うん、原住民。古い言葉でインディアン、今はネイティブアメリカンと呼ばれてる人たちだね。原住民って何か意味あるの？信成と何か違うの？文明化してるかしてないかかな。前回動画で最後に説明した技術レベルが35未満だと非文明化勢力とされるんだよ。確か信成は44スタートだったから、文明化された勢力だったってことなのかな。そうそう。で、今回原住民たちは35未満の勢力ってこと。文明化されてるのとされてないのとで何か利点とかあるの？コメントで教えてもらった情報だけど、植民は技術レベル75以上じゃなきゃできないんだけど、原住民は植民可能な土地に攻め込むことができるんだよ。攻め込める、植民可能な土地に、敵なの。そこあたりが理解しづらいポイントかもね。普通の植民はお金と外交ポイントを使用してするんだよね。で、原住民の場合は技術レベルが足りないから植民はできない。ただ、原住民は植民可能な土地に兵で攻め込むことができるんだよ。それは敵国みたいに。そうそう、ただきちんと迎撃されるよ。え、ただで取れるわけじゃないの？ただで取れたら未開拓地は無法地帯になるじゃない。だいたい1000程度の兵で防衛されるよ。1000、たった1000で。そう、1000。今まで織田家で戦ってた身からすると大したことのない数だと思うかもしれない。うん、あんまり話していてもあれだから今回プレイするアメリカ原住民勢力を紹介しようかな。お、待ってました。今度はどんな信成が来るのかな。今回プレイしていくのはアメリカ原住民、モヒカン族です。モヒカン。そう、モヒカン族。今回このモヒカン族をアメリカ大陸の覇者にするのが目的だよ。なんでモヒカンに？名前がいいじゃない？インパクトがある。それだけ？うん、それだけ。やっぱプレイするなら名前も重要でしょ。あ、うん。霊夢がいいならいいんじゃないのかな。ただ、最初に言っておくとこのプレイは過酷を極めたよ。求められたらやらなきゃないと思ってテストプレイを重ねたけど、芳しくなかったんだよ。どんな感じに？さっき1000程度の兵を集めればいいと言って簡単と言ったよね。まあ、信成の時も最初から1000程度簡単に集めてなかった。その通り、4桁集めた戦争が最初から当たり前な感じだったよね。この原住民プレイはそうもいかないのよ。まずは経済力。前回見せた名古屋の初期データ。そして、これがモヒカン族の部族データ。モヒカンしょぼくない？パッと見、織田家より半分以下、下手するともっと国力が小さいかもしれない。これで兵線集めるとか大変なんじゃない？正直集めるのはお金貯めればいいだけなんだよね。時間かかるけど。最大の問題は政治体系にあるんだよ。政治体系？うん、原住民の政治体系は部族なんだよ。その部族の政治体系、その要素の一つに部隊維持費プラス 60% というのがあるんだよ。60。軍隊維持費6割増しってことは、10円でいいとこが16円になるってこと。そう、ただ、それが兵一がその金額だと考えたら、1000集めたらどうなるか。1万円でいいとこが1万、6000円もかかるってこと。収入が少ないところに雇うのにも金がかかり、維持にも金がかかる。なら、いらなくなった兵はすぐ解雇するとか。それを実践したとしても、1ターンだけの維持費で赤字になり、解消に時間がかかっちゃうんだよ。霊夢。原住民プレイやめた方がいいんじゃ。私はやると決めたらやるんだよ。だから、テストプレイを重ね、真面目に仕事してる最中もどうするべきか考え抜いたんだよ。それ真面目に仕事してないじゃん。では、
私の考え抜いた原住民プレイを見てもらいましょう。うわぁ、ろくなこと考えてなさそう。まず、節約のため今いる兵を解雇していくよ。次に税金を無理ない範囲で上げ、財と投資をギリギリまで下げます。研究は現状振るだけの余裕がないのでゼロでいきます。技術ポイントは、どれが正解か結論が出てませんが、今回は経済成長に全振りしていきます。軍隊維持費が高いなら、軍事維持費に振った方が減るんじゃないの？それも考えたけど、減っても 10% 程度。それならなくてもいいかなと思ったんだよ。あと、原住民には部族移動ができて、今ある人口と経済力そのまま土地移動できるんだ。ちなみにどういう理論かわからないけど、これで研究ポイントがもらえる。ってことは、移動しまくってれば研究増え続ける。そういうこと。だから急いで振らなくてもいいかなと思ってるよ。というわけで、私が考え抜いた原住民プレイは、いきなり戦争だよ。信成の時と同じじゃん。ま、理由は後で説明するけど早速宣戦布告タイム。織田家と同じように宣戦布告前に徴兵した兵で攻め込むよ。攻め込まれたのはイロコイ連邦、守る兵は300に足らず、無事モヒカンの勝利。そして、すぐに兵を解雇するよ。維持費が高いからね。で、プレイ開始早々の兵王タイム。さて、ここから恒例の同一化タイムが始まるから少し説明しようかな。そうだよ、ここは兵を集めての原住民独自の熟民プレイが求められてるんじゃないの。私も最初はそのプレイスタイルで行こうと検討に入ったんだよ。でも、いくらやっても行き詰まってしまったんだよ。なんで、信成の時みたいにすぐには増えなくても領土増えれば収入増えるんじゃないの。確かに私も最初はそう考えてたよ。だから霊夢にはモヒカン族の初期領土を見せたんだよ。うん。人口、経済とも貧弱だったね。そう、今のアメリカ大陸は人口、経済的に貧弱な場所しかないんだよ。ってことは、領土をいくら増やしてもすぐに強く離れないってこと。テストプレイ時に兵による植民で領土を増やしたんだけど、領土が10超えても人口10万以下、経済力2万以下な状況だったんだよ。そこで、モヒカンを捨てようとも考えたんだけど、真面目に仕事している最中にないなら奪えばいいとひらめいたんだよ。で、植民プレイすると見せかけて、いきなり他部族に襲いかかっていると。ちなみにさっき併合したイロコイ連邦は人口1万、経済力2000のアメリカ大陸じゃ中堅どころなんだよ。え、待って、それってモヒカンの倍近くあるじゃん。うん、普通に植民を平戦で攻撃しても、同じように平戦を失う。織田家プレイじゃ気にならなかったけど、人口は徴兵と直結してるんだ。徴兵する人口が減る次の徴兵数が減るという負の連鎖が起こるんだよ。で、霊夢がたどり着いたのが他部族を襲って部族ごと乗っ取っていく戦法なんだね。この方法が一番コスト面で安上がりな上、植民したより良い領土を獲得できるって一石二鳥な部分もあるのよ。真面目に仕事せずにそんなこと考えてたんだ。いやいや、真面目に仕事しながら考えてたんだよ。そろそろ第二のターゲット、オタワ族を倒す準備に入ってるよ。次はオタワ族か。あれ、同一化はどっちでも必要なの？それは他部族と植民のどちらもってこと。うん、部族はありそうだけど、植民はどうなのかなって。植民でも必要だよ。植民先には中世っていう民族がいるから。となると、やっぱり他部族だろうと植民でも苦労はあまり変わらないということなんだね。そうなるとまだ力ある領土取った方がいいでしょ。と言ってるうちに、第2ターゲットオタワ族に宣戦布告準備に入っています。すでに兵は準備済み。オタワ族の抵抗はいかに？無事モヒカン族の勝利。すぐに兵を解雇して収入の回復を図ります。オタワ族もモヒカンにされて吸収完了。死んじゃないんだからモヒカンしか許されてないわけじゃないよ。モヒカン族の同一化はモヒカンにするところから始まるんだよ。ええ？
というわけで、モヒカン族が無事に領土獲得し国力を増加させたところで今回はここまで。次回もどんどんモヒカン人口を増やしていくぜ。いや、モヒカンは増やさなくても。では、次回動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。